では問い4の C に入ります。こちらの反応式が与えられてて、この反応によって小、で使われたニッケルの質量 W を表す式を導けというものですが、ちょうど次のページが数学用紙になってて、計算スペース十分ありますからね、そういう問題だと思って認識してやりましょう。で、陰極の反応と陽極の反応が与えられていて、最初に思い浮かぶのはやっぱあれだよね、電子を消去するってことだよね。で、こちらが陰極、ニッケルと水素が発生して全部で4モルの、まあこれ、係数が1モルとしては4モルの電子を使っているので、こちら2倍するとちょうど合います。それでまず消してみましょう。ニッケル2プラスプラス2倍の E マイナスが、からニッケルの単体が。で、H プラスも電子2つ受け取って、H2 の単体として生成。で、これ、両辺2倍したが、4つの Cl マイナス、塩化物イオンが Cl2 になって、あ、2倍の Cl、これ2倍してってるよ。プラス4倍の E マイナス。塩素分子が2モル生じて、電子を4モル出す。この反応が起こってます。で、これ辺辺足すと、ちょうどこちら、電子が4個ずつ。で、こちらも4個で消えるので、Ni2 プラス足す2倍の H プラス足す4倍の Cl マイナスが Ni プラス H2 プラス2倍の Cl2。まあ、これが全体の電気分解の反応ってことになりますが、ここでちょっとね、どうすればいいかわかんないね。まあできるんだけどね、無理やり考えて答えまで導けるけど、まあこの方針はやめときましょう。そう、最初からね、正しい方針でいけるとは限らないというのが大事ね。他の方針で考える。こっちがちょっときつそうだなと思ったら、もうすぐに展開して。3、4、5を与えられてて、陰極で反応した電子の物質量と4極、陽極で反応した電子の物質量は同じはずです。で、それで等式を作ることを考えましょう。で、1つ1つ3、4、5でそれぞれ生じた、電子の、それぞれ反応した電子の物質量を確認していきます。まず3番から、括弧3式から。括弧3式を考えると、括弧3式を考えると、ダブルグラム析出したとする。で、このダブルグラムが何モルかっていうのは、先ほどと同じですね。モル質量は今度は M で使えてあるので、このニッケルの質量のダブルグラムの中に、1モルあたりの質量である M がいくつあればいいか考えればいいので、割り算ですね。なので、まずニッケルの物質量は M 分の W と表されます。まあ、M あったら1モルなのに、そのうち W だから M 分の W という考え方でもいいですね。で、ニッケル1モルあたり電子が2モル使われたということなので、括弧3で使われた電、括弧3で反応した電子の物質量は M 分の W かける2となります。いいかな。で、4番で、今度括弧4。で、今度水素。で、水素はこの VH2 を使って表せばいいですね。で、その時の物質量を、先、気体の状態方程式やっとくか。PV イコール NRT で、で、これ N イコールの形にしとけばいいんで、両辺を RT で割って、RT 分の PV。この形で使います。で、水素の物質量を NH プラスとすると、NH2 とすると、この形に表して、R はそのままで、T も、T だね。RT 分の、P は P だね。で、体積は VH2。これが水素の物質量。で、これも水素1モルに対して電子は2モル反応す、使われるところなので、2倍して、括弧4で反応した、電子は、この RT 分の PVH 数にかける2ということになります。これが陰極の方の反応。で、陽極の方も同じで、まあ、最初からこれでもいいかな。まあ、一応挟んで、Cl2 の物質量、NCl2 とすると、RT 分の PEVCl2 を使えばいいので、Cl2。なので、この反応で出された電子の物質量は、RT 分の PVCl2×2 ということになりますね。
で、陰極の方がこの2つ。で、陽極の方がこれ。で、これです。これ、この2つ合わせたものがこれになるはずなので、等式で、M 分の W かける2、足す、ここ1。RT 分の PEVH2 かける2。イコールで、こちらですね。陽極の方。RT 分の PEVCL2 かける2。で、目標は W を、資料 W をこれらの式で表したいので、W について解いていきます。まずは、これみんなかける2あるから、最初2で割って消しちゃっていいですね。で、これこちら側に移行しましょう。M 分の W イコール、これそのままで RT 分の PEVCL2 引く RT 分の PEVH2。で、RT 分の P の部分が共通しているので、そこのところを合わせて M 分の W イコール RT 一緒だよ。RT 分も RT で揃ってて。で、まあこれ P 一緒だから繰り出して P 括弧 VH2、あ、CL2 か。VCL2、CL2 が先だね。VCL2 マイナス、VH2。この形ですね。で、ダブルイコールにしたいので、両辺に M をかけて、かける M。かける M。これ、ダブルイコール、RT 分の MPE、括弧 VCL2 マイナス VH2 と導きます。選択肢で言うと、どれだ？これ、丸二でいいのかな？ちょっと待って、確認させて。印刷潰れてるからね。あ、大丈夫ですね。丸二で大丈夫ですね。が答えとなります。詳しくもう一回、写して終わりにしましょう。